高感度はウズベキスタン共和国東部のフェルガナ州の市、フェルガナ盆地の南西端に位置する。州都フェルガナの西 88km、タシュケントの南西 228km、アンディジャンの西 115km、人口18万人。愛称は、風の町、イノシシの町。少なくとも10世紀以降の実在が確認されており、シルクロードのキャラバンルート上にあった。 13世紀には、モンゴル軍によって破壊された。1571年から1626年まで、ブハラ藩国に所属したが、その後、ウズベク系の高官土藩国の都となり、19世紀前半に繁栄した。1876年ロシア軍に占領され、ロシア領トルキスタンに属した。1917年から1918年の、 内戦期にはハンボルシェビキのトルキスタン自治政府の主婦と、なった。観光の目玉は、高感度の応急である。1873年に建設されたが、ロシア軍の占領時に徹底的に破壊され、その後修復、1925年に博物館となったものである。高感度は、古い市街地が残っていないので、高感度まで足を伸ばす観光客は少ない。ただ、 大きなミナレットのあるジュマモスクや1799年に建設されたナルブタベーマドラサなどもある。ありがとうございます。